近くで頑張ってる人がいるとなんかそんな人と自分を比較してしまって自分を責めてしまうっていうそういう傾向にある方って少なかららずいらっしゃると思うんですねなんか自分も頑張ってるんだけどもっと頑張ってる人とかもっと成果を出してる人を見るとついつい比較してしまったりそういう時ってどう考えたらいいんだろうっていうまあお話なんですけど。 私はいつもですね、コアメッセージとしてお伝えしているのは頑張ってない人なんて誰もいないんですよってもう生きてているるだけでで頑張ってるじゃないですか、ね。私も引きこもりの子供ですとか、ね、不登校のお子さんですとかそういった方にもよく出会いますしサポートもしますけどやっぱりねニートの人でも引きこもりの学生さんでもね頑張ってるんですよめちゃくちゃ。 そうああやって朝から晩までゲームしてるように見えて自分の心の中ではいろんな葛藤があったりもしながらも,うもはや葛藤することさえも忘れてゲームの世界に没頭してたりする、うん、っていうぐらいみんな頑張ってない人なんて誰もいない生きてるだけで本当にみんな何かを頑張っているわけですよね。なので 私がいつも言うのはですね私たちはどうしても自分の心の中でマイナスカウンターをカチカチと押してしまう時がある私ってダメだなぁとか例えばねあの今日1日いい言葉を 使うよううよよにしようって自分で心の中でで決めたとしてでもついつい「ああ今日もなしんどいなダリーナ」ってこう言っちゃった自分に対して「ああまた私マイナスの言葉使っちゃったもう私ばっかじゃないの何やってんだろう」みたいに自分のこと責めてしまう女性だったりとかそういう人にも出会うんですねだからつい私たちで、ね、マイナスカウンターをいつも意識してしまうでも意識するべきはマイナスカウンターではなくプラスカウンターなんですよね。 そう自分が今日一日どれだけ何回いい行動を取ったかいい言葉を使ったか笑顔を作れたか誰かに優しい言葉をかけれたかね誰かの幸せに貢献できたかって言ってプラスカウンターを自分の中でカウントできるようなそういう習慣が作れればいいんですけどねなので自分のことを責めてしまう人っていうのはねマイナスカウンターを押すのが得意ですねそれが決して悪いということではなくただマイナスカウンターを押す習慣がついてるとまさに自分を 攻めるそういう癖がついてしまっているのでなかなか人生は好転しにくい、ね、例えばもう子育てとかもうねお子さんにマイナスの言葉というか「もうちょっと何やってんのいい加減にしなさいバカじゃないの」みたいな言葉をついかけてしまうことってあると思うんですよね。 そうでも要は知識だけね知識だけはプラスの言葉を使うようにしようとか子供にはプラスの言葉でだけで子育てをしようということを知識で知ってるとマイナスの言葉を使ってしまった自分をすごく責めてしまうことがあるもう私何やってんだろうっつってでどんどんこうマイナスカウントが増えていくわけですよねだから私ね子育て講演会とかでも言いますマイナスの言葉お子さんにバンバン言っちゃってくださいって。 もうそんな言わずに子育てなんて無理ですよって、まあ、もちろん意識の中ではできるだけ言わないようにするっていうことだけ頭の中にあの置いておけばもうねマイナスの言葉言っちゃっていいんですって、うん、言ってくださいぐらい言ってます <laughs> で。で言言っっちゃってもいいんだけどマイナスの言葉を 回使っっちゃったらあもう私バカだともう何やってんだよってもう最低の母親だなってそんな風に責めるんじゃなくてマイナスの言葉を一回使ったらそれの10倍100倍。 プラスの言葉を使ってあげてくださいねってそういう話をしてるんですけどまさにですねあのマイナスカウンターを押す習慣をやめてプラスカウンターを意識して過ごすマイナスカウンター今日一日で100回押しちゃったんだとしたらもうプラスカウンターを1,000回2,000回も5,000回1万回ってねあの押せるようなえ意識の転換がすごく必要だなと思います。自、ね、自分分をを責責めめるってね自分を責めてね人生が 好転すすることはないですね反省して改善して明日からこうしようって思えたらいいんですけど自分を責めるというのは得てしてそこからプラスの行動には転換しにくかったりするので。 もうやめめましょう、うう自分を責めるいうことといこは。もう頑張ってない人は誰もいないしね誰かと比較することぐらいねほんと意味のないことはないと思いますね、あなたも本当に頑張っていてね成果が早めに出た人もいれば、ね、今自分は頑張っててまだ成果はできれてないかもしれないけど必ず成果が出る日が来る。 ね、そのためにも、えー、マイナスカウンターを意識するんじゃなくてプラスカウンターをどんどん意識してほしいなって思いますねどん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 もう一日の中で、えー、今日どんな楽しいことがあったかどんな人に感謝したいか、ね、どんな自分の行動の中で、えー、楽しいことや素晴らしいことや人に貢献できたかってことを、えー、フォーカスして書き留めてみるのもいいと思いますしもうプラスカウンターをどんどんプラスカウンター貯金を貯めて、えー、自分を責める習慣をやめて、えー、楽しく人生を歩んでいってほしいなと思います。